飲みすぎんなよ。はい、皆さんおはようございます。マンクラ TV のゆきちです。どうも。今日はですね、見えますかね、9月5日月曜日のですね、今朝8時40分でして、今日は仕事が夜からなんでね、すみません、今ちょっとシャワー浴びた感じで頭ちょっとこんなになってますけども、今日はですね、ちょっと撮影が最近8月できてなくて、あの前回の動画上げたやつでも言ってたんですけどもね、あの撮影せず仕事の合間とかダーツの合間に買って当たった動画を上げようかなということで、8月の14日、21日、28日っていう風に、あの土曜日はほとんど競馬はできなくって、日曜日をあのピンスポットで買ったレースですね。で、まあ結果良かったところだけを上げるっていうとね、また語弊が出るかもしれないんですけれども、まあこの3日間で当たってるところピンポイントで当ててますんで、まあそれの動画をちょっと、まあ購入画面とかはね、履歴から出せるんですけども、実際のレースの映像なんかはちょっと JRA のホームページから、録画のやつをリプレイして、まあ、それを見ながらね、やっていきたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。それではね、8月14日、日曜日の札幌11レースで行われましたレースでの、レース観戦していこうかなと、ホームページの方からね、JR のこれを再生していきたいんですけど、このレースはね、中穴狙いということで、アルゴリズムで言うと、まあ、2.8 から 3.0 の間ぐらいだったと思うんですよ。僕もこれ仕事でレースも見てないんで、今から初で見るんですけども、これを見ていきたいかなと。係員が離れて789番人気が2番、6番、10番で、ちょっとバラッとしたスタート。14番がファルビー、ほんといいスタート、先頭です。2番手には10番サモアール M、 それから内から6番ミニオンペール、それをかわして11番湘南アニメ、3番手に上がります。内からマイネルジェロディが今4番手のインコースに接近して、半端心12番全くわからない、見てないんで。2番、6番、10番。その並ぶ4番のコロラップ、10番が前にいますね。9番ロードマックス、その後ろから9番アルピニズム、それから2番リンゴ飴、13番マイネルアルケミーがいて、13番体制アベニール、並んで16番シーズンズギフト。各が1コーナーのカーブを迎えます。14番アスタールビー先頭、1馬身のリード、10番サボアルエメが2番手、3番手インコース当たったのは知ってるんですけど、何が来たかも覚えてないんで、その外から接近する12番ビズサクセス、10番がいい感じで回りました。14番強いな。10番頑張れ、10番頑張れ、2番手に上がる10番サボアルエメ食い下がる、さらにはミニオンペール食い下がってるけど、よくから15番外から来てる、外から来てる、さあ先頭14番アスタールビーが狙う、変わった、14、15、あ、でも10残った、ゴールイン、3番手は10番なるほどね、14、15、10ということでね、なるほどなるほど、これで万馬券って一応したということでした。はい、なるほどでしたね。まあ15番、14番、10番という形で、決着したということなんですけども、まあ購入画面の方がこちらですね。いつも30点買いしてますんで、一番下のね、一番配当の高いとこがついたんですよね。これは美味しかったですね。はい、まあこういう形で万馬券的中賞の賞という形ですね。札幌11レースですね。2022年8月14日29,610についてましたから、これは美味しかった。はい、次行きましょう。はい、続きましては8月21日の札幌11レースですね。こちらの方行きたいと思いますけども、ここはね、本命っていう形に、数値的に出てたので、ここね、本命のボックス買いをしました。はい、ではちょっとレース見ていきましょう。
人気上位順がね、ちょっと順番までは分からないですけど、買った買い目から3番、4番、6番、9番、10番っていうこの5頭を買ってたんで、好スタートを切っています。まず先行争い、11番ユニコーンライオンが先頭に立っていきます。しかし内から3番パンサラッサ、譲りません。パンサラッサが走ってた時ですか。先行の形、大きな拍手です。2、3馬身がいて、9番ウィン・マリリン、インの3番手、ね、この外に4番ジャック・ドール、2馬身後ろ10番ソダシは5番手です。あ、ソダシがね、思い出しました。これね、ダーツの大会で僕が予選落ちして、もう時間潰して、まあこれだけ見てたら面白いから買おうかなと思ったレースだったんですね。4番手に4番これね、ソダシが確か飛んだんじゃなかったかな。だから、まあ、ソダシは多分1番2番人気で美味しい、はい、まあこれが飛べば美味しいかなと、まあ一応買ってたんですけどね。ソダシも人気上位5頭に入ってますから、ただ飛べばいいかなということで、あとでまあ出ますけど、この時ね、資金配分せずに均等買いしたんですよね。荒れたら美味しいかなと思って、まあ、そういう意味ではね、パンサラッサかソダシが飛べばいいなと思ってたんですけど、やっぱパンサラッサ強かったですからね、確かに、ね。パンサラッサが逃げています。リードを2馬身、ユニコーンライオン、ジャックドールが外に出して前を追っていきます。その後ろにウィンマリリン、ソダシが4番手から3番手の外目に接近していって、その後ろに新たグローリーレイズ、アンティシペイト、レッドガランが内から4コーナーから直線、3番パンサラッサ先頭、リードを1馬身、外からジャックドール、ジャックドール強いですよね。ジャックドールやっぱ本物でしたね。この時ね、前は競り合いから4番のジャックドール、体半分出た、ソダシは落ちました、4、3、9ですね、4番、3番、9番という形で、まあ、3連覆ボックスが当たったというレースでしたね。いや、これはですね、ソダシが飛んでくれてよかったなと思っておりました。はい、そういうことですね。ソダシが飛んだ4番、3番、9番ということで、まあまあいい配当になったんじゃないかなということで、こっちですね。これね、4000円を10点買いなんで400円ずつ均等買いにしました。それで美味しい配当のところが入って、4190円ついていますからね。美味しかったかなと。ここで投票内容紹介見ていただいたら分かると思うんですけども、こういう感じで、はい。美味しいところが取れかなっていうレースでしたってことですね。まあこんな感じでね、やっぱアルゴリズム理論で、まあ、本命かなっていうサイドの時に、本命買いして当たったら大きいかなっていう数値が出てました。ありがとうございます。はい、それでは最後ね、8月28日、小倉の10レースですね。こちらの方も見ていきたいかなと思います。はい、ここもね、中穴狙いでしたので、7、8、9番人気が3番、14番、1番。で、上位人気は12番、4番、11番、5番、2番と。これね、後で見たら順位が全然違ってたりしてるんですけど、まあ、締め切り10分前のオッズから取ってますので、10分前の時の、人気順のなってますんでね。その後1番カラレーション、外は12番のリアンクール、リアンクールはこう、いかがですかね。その直後に14番のフェアレストアイルが来ました。3141のどれが来るか、オルカンバルが追走しております。最内からはラ・グラスとシエル、1コーナーカーブし終えて2コーナー、逃げる5番の1年 A 組、リードは1馬身です。2番手の1年 A 組ってね、なんかもう3年 A 組のドラマを作ったようなね、名前を作ってますけど、カラレーションが追走です。2馬身後方ですが、ここにスッと今12番のリアンクールが追走しております。ここすね、あとは14番のフェアレストアイル、その外にボルカンバルがつけまして、さらに外から9番のサンバデジャネイロ、道に差がなくラ・グラスとシエル、その後方11番のアーテル・アストレア、1馬身下がったところですが、6番のベーショー・ミモが追走です。3番のウドン・カズマが追走して、外には15番のハイパーノバ、向こう上面の中ほどからこれから3コーナーを使います。ぐるぐる回っています。あとは10番のパラノイド、1番後ろから運び4番、ラヤスという体勢です。さあ各馬が 3,4 コーナーの中間地点へとかかるところです。1年 A 組のリードは現在体半分、そして2番手の1ピンクダイヤ、3番手ゼッケン7番をつけましたイグナーツ、
外から接近ビアンクール1番が内に生まれないのか14番が後ろについていくさらに外からは3番じゃないのさあ直線打ち明けましたね今上がれるか上がってきたね1番が外からは12番のビアンクールが一気に今度はかわして先頭だビアンクール先頭だ1番のカラレーションが3番手から今2番手2番手から前に接近する前の争いですが1番頭に行ったねカラレーションビアンクールカラレーションビアンクールカラレーション並んで合流1215かなって感じでしたけどね。はい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 でしたね。いや強かったな。まああのこのレースこれで的中したんですけども、1番5番12番ですね。はい、ただこれ万馬券届かなかったですね。7870円って惜しい結果だったんですけども、まあまああのいい方かなと。7800円もついていますからね。まあプラスはプラスでしたということですね。はい、今ね、14、21、28の3日間のまあ的中レースを見ていただいたと、だったら諭吉めっちゃ儲かってるじゃんって思われてもね、あれなんでしっかりとお伝えしたいと思います。はい、今回のこの、14日から28日の間ですね、当然あの13日は買ってないんですけども、20日も買っております。27日も少し買っておりますので、対象レースとして買ったのが10レースありました。はい、14日が1レースですね、20日が2レース、21日が1レース、27日3レース、28日3レースということで3、6、7、8、9、10レースですね。10レース中、今見ていただきました的中が3レース。的中率 30% でしたよと。まあ、アルゴリズム3割から4割と言ってますので、だからしっかりとね、的中率が 30% 以上を、まあ、なんて言うんですかね、キープできれば、こうやって収支も出るかな。まあ、投資金額3万1000円って、これちょっと1000円多いのが、1レース4000円貼ったとこがあったね。本命レースに貼ったやつですね。それで払い戻しが5万4240円ということで、プラス2万3240円という結果、回収率 174.96% というね、まあ、いい結果が出たかなと。まあ、撮影があんまりできてない割にはですね、しっかりと、ピンポイントで買っていってね、当てることできてるかななんて思っております。27日の日のね、動画の撮影の方はですね、取れ高がなかったです。はい、もう今言ってみ3レース買ってますけども、当たってもなくですね、全部4着でした。はい、まあ取れ高はあるっちゃあるありますよ、4着ですからね、1個でも当たっててくれたらね、よかったんですけども、まあその辺は動画上げるかどうかまだ微妙なんですけども、まあ報告がてらですね、こちらの方で見ていただければ分かるように、まあ8月はこんな結果でしたということですね。まああと9月ですね、やっていきたいなと思ってるんですけども、今日5日、9月5日ですから、今週9月10日11日の土日なんですけども、私またダーツの方がありますので、ちょっとできないかなと、ジェット岐阜大会というところがありますので、そちらの方に参加しようかなと思っております。で、17、18に関しましても、ここも、ダーツの愛知の大会がありますので、そちらの方に参加するので、ちょっと撮影の方もちょっと2日間できないかなと思ってます。次回、撮影しっかりとですね、がっつりやろうかなと思っているのが9月の24、25中山中京2開催になります。この時はですね、ちょっとアルゴリズム理論とあと応用編で今、分析してましたですね、本命レースですね、対象から外れた本命買いっていうのの、趣旨の取り方、こちらも同時進行で撮影しながら、合計ですね、アルゴリズムと本命買い、こちらの方でしっかりと利益出していきたいなと思っております。で、10月2日よりですね、 G1 スプリンターが始まりますので、秋の G1 が一発目始まりますので、春の G1 でもやりましたね、 G1 チャレンジみたいな、何かまたやっていきたいなと思っておりますので、その時にはぜひともよろしく
お願いします。まだまだ、皆様に助けていただいてですね、いろいろコメントいただいている部分もあります。大変嬉しい限りでございます。先ほど見たらね、324名か5名ぐらいの、チャンネル登録者数も増えております。今後もっともっと増やしていきたいと思ってますので、またあの計算式で万馬券を当ててるバカがいるよって、本当かよっていうような感じでですね、お知り合いの方なんかにも伝えていただけたら幸いかと思います。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それでは。